こんにちは。日本人の平均的な結婚像、結婚する相手の男性像を女性に聞くと、どうも星野源さんらしいですよね。いや、結構なイケメンだし、それから演技も上手ですしね。ドラマとかものすごく個性的な役を使いこなしてるんで、私はね、星野源さんものすごく好きですけどね。確かにあれが平均的だとすると、私は随分落ちこぼれの部類に入ると思います。まあそこはちょっと勘弁してくださいよということなんですけども、星野源さんとあのガッキーと言われるね、新垣なんとかさん、すいません芸能人の名前よく知られませんけども、そのお二人、私とってもお似合いだと思うんですよ。これからもね、幸せな結婚生活を送っていただいて、お互いに尊重し合ってですね、そして二人とも、ね、本当に有名なタレントさんというかね、俳優さんであり女優さんだと思うんですよ。素敵なお二人だと思います。本当にね、この幸せを私も噛みしめながら自身の結婚生活に生かしていこうかと思います。新婚気分で未だにおります、48歳久保哲郎がお送りしました。で、今日ね、ちょっとステーキングのことをお話したかったんですよ。ステーキングの報告、今日もいただいてね、370エーダ入ったということなんで、本当に良かったですね。370エーダというと、金額にしてですね、電卓ないですけども、370ありました。370っていうのはかける、今170円で計算すると、62,900円ですよ。5日ごとに6万円入ってきたら、良くないです。ね、すごいでしょ。だからこれが起きるのが、体のステーキングなんですよ。で、今体のは170円前後ですけども、前回ですね、1ヶ月ぐらい前は250円ぐらいまでつけてたんですよね。だからね、ボラティリティって上下はありますけども、体のエーダに関しましてはそんなにむちゃくちゃね、100円割るみたいなことはないと思いますんでね、これから徐々にまた200円台復活して300円台とかね、それから1000円2000円っていうのを目指すと思います。まあ、チャールズ・ホスキンソンさんっていうのは私もお会いしたことがあるんですけども、とてもね、気さくな人柄で、とても希代の天才とは思えないぐらいの、現代のアインシュタインと言ってもいいぐらいのド天才なんですよ。多分ね、アインシュタインが今の時代、インターネットの時代に生まれていて研究者をしていたら、多分チャールズ・ホスキンソンさんをしのぐようなね、もしくはそれと同じような暗号通貨の概念を展開して、体のエーダにものすごくね、脅かすような、それこそビットコインなんてぶち抜くようなものを作っていたと思うんですけどね、もしくはお二人で共同してこの金融市場をね、根底から変えてくれたんじゃないかなと思いますね。まあいろいろと思いはありますけども、とりあえずは私もそうなんですけども、ステーキング報酬いただきてありがとうございますって感じです。このステーキング報酬が5日ごとに5万6万10万って入ってくることを考えるとですね、もう素敵な年金になってるなと、社会保障の財源になるなと思います。もう日本政府に頼らなくても、この体のに頼っていけば大丈夫。ただね、依存せずに体のがなくなっても大丈夫なように、生活設計は片っぽでは考えていかないといけないなと思ってますね。期待すれども依存せず、この精神でいこうかと思います。ありがとうございました。結婚生活も期待すれども依存せずで、お互いやっていけたらいいんじゃないかなということで、うまくまとまりましたかね、今日はね。はい、以上でございます。